くるりんぱをしてねじるだけなので簡単ですね。チャキチャキこんにちは、アマテさんのヘアティスト、あやまるです。今回はじゃん、こんな感じの私よりも髪の毛が短い人でもできちゃうまとめ髪のヘアアレンジを紹介していきたいと思います。くるりんぱをしてねじるだけなので、初心者さんだったりアレンジが苦手な人でも挑戦しやすいかなと思います。髪の毛が短いからお団子とかまとまらないしって諦めていた方でも可愛いアレンジはできるので、ぜひ皆さん参考にしてください。はい、では早速やっていきます。今私の髪の状態は軽く巻いていてオイルがついている状態です。この巻き方に関しては何でも大丈夫です。めんどくさいよっていう方は毛先のワンカール、外鼻でも内巻きワンカールでも大丈夫です。このアレンジは軽くでも毛先だけでも巻いてあるとやりやすいかなと思います。あとスタイリング剤は必ずつけてくださいね。はい、ではまず髪の毛をローポニーに結んでいきます。結ぶ位置はだいたい耳の延長線上です。で、この結ぶ時に遅れ毛を出す方は先に出しておいてください。後から出すとどうしてもやっぱりこの辺がぐちゃぐちゃっと崩れてしまうので、先に出しておくと綺麗に遅れ毛が出てくれるので、遅れ毛を出したい方は先に出してください。耳の延長線上で結んでいきます。そしたらゴムを約指3本分ほどずらします。こういう状態です。今ゆるゆるになっています。そうしたらここからくるりんぱをしていくんですけど、いつもはこのまままっすぐ下にくるりんぱってやっていくと思うんですけど、今回は斜めにくるりんぱを作っていきます。なのでだいたいこの鉢あたりから斜め45度のラインで髪を分け取ったら、そのまま斜めにくるりんぱをしていきます。こういう感じです。このくるりんぱは左側にしても右側にしても大丈夫です。右利きの方は後からの工程を考えると、こうやって左側のくるりんぱの方がやりやすいかなと思います。逆に左利きの方は右でくるりんぱを作って毛先が左に流れる方がやりやすいと思います。はい、そしたら毛先を半分に分けてキュッと結び目を引き締めます。はい、ここまでできたら表面の髪の毛をほぐしていきます。ほぐすときはこの結び目の位置を持ってくるりんぱの内側から外に出してあげるイメージで、爪で毛束を引き出していくと綺麗にほぐせます。中から外に出すように爪で引っかかるぐらいの量を引き出す。意外とこんなちょっとで大丈夫なのぐらいで引っ張るとちょうどいいです。周りの髪の毛も一緒に引き出てくれるので、なるべく細かい毛束で引き出してください。はい、こんな感じです。そうしたら次、このねじりのくるくるってねじった反発力を利用して、こういう風に下から上に持ってきます。お団子を作るイメージですね。で、結構この辺はしっかりギュッと締めるイメージでねじります。で、だいたいこの辺ですね。一周回ったらこのしっかりとねじっている部分とこのお団子の根を止めていきます。ピンはこういったハメピンを使っていきます。このねじった毛流れを考えながらピンで止めていきます。はい、こんな感じです。ここをねしっかりとねじってからピンで止めると頑丈に止まってくれます。そうしたらあとはまたこのお団子もほぐしていくんですけど、お団子をほぐすとき必ずピンで留めたとこ押さえてくださいね。ピンで留めているのであんまり強く引っ張り出してしまうと崩れてしまう可能性があります。なのでなるべくこのピンで留めた部分を動かさないように押さえながらお団子もほぐしていきます。はい、こんな感じです。このお団子が取れるのが心配っていう方はピンをこっちから留めるのとこっちから留めるの両方で挟み撃ちして留めると、より崩れにくいお団子ができます。毛先が垂れているピロピロ感が可愛いですよね。で、こういった挟むタイプのアクセサリーなんかもあると、この毛先の部分に挟むだけでより一層おしゃれになるし、お団子も頑丈になります。万が一ピンが見えてしまっていても、このアクセサリーで隠すこともできます。あとはまた前から見た時のバランスも全体的に均等にほぐしていって、
あとこの毛先も最後にチラチラチラっとあえて散らしてあげる。髪の毛短い方って毛先がピョーンって出たりするじゃないですか。髪の毛が短いとお団子に最後までまとまらないとか。でもそういう時は今やったみたいにもうあえて毛先を残すと可愛いんです。毛先を散りばめて、はい、これで全体完成です。一周します。じゃん、どうですか、これめっちゃ可愛くないですか。これならできそうですよね。くるりんぱをしてねじるだけなので簡単ですね。ただ最後お団子をねじって止めるときにピンで苦戦する方もいると思うんですけど、何回かやっていけば慣れてピンも少ない本数で止められると思うのでぜひやってみてください。でどうしても止まらないという方はさっき私が紹介したこういうクリップ型のアクセサリーがあるとより頑丈に可愛く仕上げることができるかなと思います。ピンが苦手な方もこのクリップがあれば一瞬でパチッと止まっちゃいます。髪が短くていつもお団子できないっていう方ぜひ参考にしてください。今日の動画が参考になった方は高評価チャンネル登録お願いします。下にコメント欄もあるのでたくさんコメントお待ちしております。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。